はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。本日はですね、仕事人チャンネルコラボ、イェーイ、パチ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 っていうことで、まあ、全然ね、彼は喋んないんですけど、動画のリプレイでございます。はい。仕事人と、あと、レヒルチンと S6 の時にね、固定してきたんで、まあ、その時の様子を、解説しながら、まあ、今回のシーズンのキーマン、ミサカの、まあ、話をね、しつつ、まあ、シーズンね、流行った、まあ、キャラとか編成について、まあ、今シーズンは野良シーズンに比べたら、まあ、ちょいちょい潜ったなって思うので話していければなと思います。はい、まあ、彼ら2人は最終的にもう S8 にはいるかなって思うんですごいですよね。もう俺はいいやってなってね、まあ、途中抜けたんですけど、まあ、そこからね頑張っていろんな人とね、アット1探しつつ S8 まで上り詰めて、まあ、金アイコンその不具合のあれでどうなるか分かんないんですけど取れたらいいですねっていう感じで応援してます。はい。でまずこの編成なんで組んだかというと、なんか2人が強い強いからやってみたんですけど意外と強かったですね。何が強いってね、ミサカが結構ねいい感じに強いんですよ。まあスタンでね火力が上がるんで、レンの号令とリンのアバカンとミサカのアバカンでスタン3枚で、あとはレーンの習慣のとミサカの、まあ、可能ねか習慣ので、可能ね2枚っていう感じで、まあ、カードも申し分なく、で、ダメ化もたくさんあるんで、まあ、耐久も大丈夫、で、硬いんで、形成能力もある、で、ヒーロースキル3人とも強いで、もう本当に資格ないんですよね。まあ、強いて言えば、リンレンといえば、まあ、まくりに弱いぐらいなんですけど、まあ、まくり使ってる人なんて、本当に、まあ、シーズン通して1、2固定ぐらいなんで、まあまあ大丈夫かなって、感じなんで、まあ、ぜひシーズン終わっちゃうんですけど、よければね、試しにやってみてください。まあ、通常が強いんで、ミサカは。まあ、リンバフとも相性がいいから。まあ、なかなかにね、強くてびっくりしました。はい。っていう感じで、まあ、そんなミサカなんですけど、今シーズンめちゃめちゃ多いね。アクセラレーターはね、最終的にマジで1ミリも存在しませんでした。シーズン中盤ぐらいまではちょいちょい見かけるかなって思ったんですけど、最終的になかったね。うん、ミサカがマジで多いね。アバカンとか、スタンバラマキ戦法が本当に多くて結構辛いなって思いましたね。僕、白虎なんですけど、ミサカがアバカンとかして、アクアが脇にアバカンとかして、で、ガンナーバカン積んでとか、いやもう無理やんって。無理って感じなんですけど、まあ、そのせいで、ちょっと合図とかも、なんだかんだね、しんどかったんですよね。白虎前転でってなって、まあ、白虎張って HA できなくて、っていうね感じで、まあ、ダメ化が足んないような感じがします。まあ、ただこの編成だったら、まあ、リンバフもらえばスタン食らっても意外と耐えるんですよね。全然ね1になったりするんで、リンバフが強いのと、まあ、あとは白虎と後ろの2人がカット2枚ずつあるんで、まあ、それでねスタン防げるんで、まあ、流行ってるね、スタンバラ負け編成にもある程度対応できるっていうね、優れものでした。まあ、ガードたくさん積むか、自分たちもスタンたくさん積んで同じことするか、まあ、ちょいちょいいたのが、まあ、まくりで頑張って、最終的になんとかするかっていうぐらいかな。まあ、合図も、いましたね。合図もなんだかんだ、まあ、結構いたんで、全然あるかなって思うんですけど、あると合図の並びとかが結構強かったなって感じがしますね。まだまだあるもんね。ガンナーカモル性能ぐらいは十分にあるんで、前線張ってヘイト買ってる最中に合図が後ろからね、HA するっていう、まあ、形になるのかな。それが強かったね。まあ、あとはガンナーが、ガンナーはなんか、まあ、なんだかんだ、いろんなガンナーがいたかなって感じがします。まあ、多かったのはリリカかな。リリルル、あるとか、リリルル、ココリコとか、ココリコかわかんないけど、まあ、キララとかかな。まあ、そんな感じの編成も、そうだね。まあ、最上位にも一応いたのか、一固定。まあ、銀アイコン S6、S7 前半ぐらいの人たちが、まあ、常設240とかも多いんで、まあ、そういう方たちが好んでるのかなと思います。はい。そうだね。まあ、キララがマジで多かったね。まあ、あと耐久編成がチラホラっていう感じかな。シーズンで多かった印象があるのは。キララのね、透明化が本当に厄介なんですよね。合図とかも、やっぱみんな最近連撃入れてるじゃないですか。まあ、レンジとか積んでないんで、まあ、そういう点でもキララ倒しにくかったりするし、まあ、スタンたくさんあってても、
アバカンとかは禁煙じゃね、キララに当てれないし、まあ、なんだかんだキララがね、環境にも合ってて強いなって感じはしましたね。まあ、ただ、ピースがある程度必要かなと思うので、火力が上がったとはいえ、そう、まあ、1キラは持っていけるけど、その後死んじゃったら意味ないんで、まあ、そういうなんか、1キル入れた後に何ができるかっていう話で、まあ上手い人もいつつ、まあキャラ性能に頼ってる人もいつつって感じで、まあいろんなキララが来ましたね。野良はキララが一番多かった印象かなっていうぐらいですかね、シーズンの話は。まあみんなはどんな編成したのか。まあただね、まあ、いつもの編成っていうか、いつものシーズンに比べたら、いろんな編成が見れたんで、まあまあ別にいいシーズンではあったかなと思います。まあ、ただ、僕的には、シーズン、まあ平日後半かなは合図が不快だったのと、土日はミサカのアバカン編成がすごく不快でした。どうにもならん。まだキリアスとかの方が PS 感あってね、去年の1年前かな、の方が。戦ってる感ありましたけどね。もう待ってるだけ。待ってるだけです。まあ、アバカン、家が綺麗の待ってアバカン打って欲しいみたいな。まあ、そんな感じで。まあ、今回の輪廻も、そんな感じだね。で、ダメがいっぱい吐かせて、まあ、その後ヒーロースキルでご了承してっていう、まあ、感じで。まあ、作業感は否めないんですけど。まあ、なんか、まあ、しょうがないね。しょうがない感じは、します。はい。じゃあ、まあ、試合の方に移っていきたいと思うんですけど、もう2戦目は終わってしまいましたと。まあ、字幕でね、一応大事なところは解説しているので、3試合目だけ、ことで話していきたいと思います。はい。めちゃめちゃ硬いでしょ、リン。レンか。レンめちゃめちゃ硬いんですよね。白子ユニドで、ユニド1枚でも全然硬いっていう。全体で回復がユニドと付き合い者しかないんですけど、まあ、僕は自分で回復できるし、まあ、リンはそんなにダメージ食らわないから、まあまあ全然。まああとね、立ち回りが、輪廻って丁寧な感じでやるので、まあそんなにご了承はしないから、前に5つもだけど、あんまりダメージ食らうことがないんですよね。まあそういう面でもなかなかに強い。で、これダメ形したんで、自陣に向けて後ろからで飛ばします。で、引っかかったんで、ゴールつなげて殴ってもらいます。はい、通常で取って、まあ、ヒールアクション食らわないように白子張ってタッチして、で、1上げて、味方に自陣戻ってもらって、貯めてもらいますと。はい。僕はいくら食らっても関係ないんで。まあ、ただ、人数有利というか、相手も広がってなくて、まあ、攻めれそうな感じがあったんで、攻めます。ヒーロースキルも、もう僕が今9時だから、リンは溜まるかなっていう感じなんで、相手の体に合わせて、まあ、適当にヒーロースキル入ってくれるかなっていう感じなんですけど。はい。で、シューカノで、HA ケアしてあげて、倒してもらって、カード吐いたんで、僕はタッチして、で、上がってくれたミサカが代わりにね、カノを持って戦っていくと。いいですね。なかなかに連携がいいでしょう。まあ、みんなね、輪廻使ってると思うし、仕事人は特に、プロミスで輪廻とかしてた気がするんで、あと甲子園の篠野さんとかとね、輪廻何度かやってたイメージがあるんで、かなり立ち回りが綺麗ですごく組みやすかったですね。まあ、エヘルチンはずっと昔から遊んでるんで、いい感じにいけたんですけど、まあ、こんな感じでね、なんか全然殴られてもそんなに痛くないですよね。まあ、ちゃんとみんな捨てはしっかり高いはずなんですけど、相手も。レンがね、なんだかんだめちゃめちゃ硬い。で、これは、習慣の切りたくないなって思ったんで、温存します。2対1で、まあ、他に、殴ってくる相手もいなかったんで、まあ、こういう時は切らなくていいかな。今、相手がまた2人いたら、まあ、切ってもよかったかなって思ったんですけど。で、ここは、輪廻で一緒に動きたいなって思ったので、ミサカに裏見てもらおうかなって思ったんですけど、二人、後ろ行ったんで、まあ早めに、自分が下がります。まあここは特に指示せずにっていう感じなんですけど、まああとはヒーローアクションして、味方は足で避けてもらいつつ、ラッシュに移動合わせたんですけど、間に合わなかった。これもっと早めに切ってあげたかったなって思いましたね。
一回踏んであげて、で前行って、で倒してくれたんでヒールアクション上げて、そのまますぐ前に行ってもらって、残り10秒で勝ちですね。はい、まあそんな感じで、まあ今シーズンはね、アイズもしたし、リリルもしたし、リンレンもしたしで、まああとアルもしたし、キララもちょっとやったね。ただキララは難しい、うん、あんまやんなかったから、数戦しかやんなかったから、まあなんか立ち回りが確立しなかったですね。耐久編成でやってる人が多かったんで、ノラかどっちか、うん、どっちかがいいのかなって思いました。はい、ありがとうございました。